大平検索大平検索は、日本の銀行家。住友銀行頭取、会長。新潟県南魚沼郡6日、町出身。明治37年東京高等商業、学校専攻部銀行家卒業。同年の商務省海外実業練習生、東和道文書院商務課教授として、上海へ。明治39年辞任、帰国。 同年住友銀行入行、外国係。大正4年本店営業部副長、大正7年ロンドン支店開設、支配人就任。大正12年本店支配人、大正14年株式会社、住友銀行取締役、翌年常務取締役から、代表取締役に就任。昭和6年昭和銀行、三州平和銀行各、取締役。 住友電線製造所監査役。昭和8年住友ビルディング取締役。昭和13年住友銀行専務取締役。住友本社取締役、理事。住友倉庫取締役。昭和14年住友生命取締役。日本工業銀行さんより理事。昭和15年住友銀行専務取締役に、就任、同時に銀行代表としての公職。 住友本社理事他連携各社の役職を辞任。昭和16年住友銀行取締役会長。昭和19年大阪住友会場火再保険取締役会長に就任。昭和20年取締役会長を辞任。昭和22年から昭和26年まで公職追放指定を受ける。娘はサントリーの社長、会長を歴任した佐治慶造の5歳。 孫娘が、チェリストの筒見強しに嫁いでいる。ありがとうございます。